はい、どうも、ケンニーです。よろしくお願いします。ということで、今回もバンティラショーやっていきましょう。ということで、はい、てなわけで今回はですね、SS 上位対使用率ランキングトップ10ということでですね、今回も使用率ランキングやっていきたいと思います。はい、そして今回はですね、ニカが登場して、やっとワンシーズンきっかり終わったと、はい、いうシーズンになってきたんですけども、今回、その10位まで出したいんですが、あまりにもその9位と10位っていうよりかはですね、もう8体のキャラクターしかも使われてないっていう状況なんですよね。なので、9位と10位に関して言うと、今回先に飛ばして、最後にまとめてちょっと発表したいと思います。はい、なのでまずはですね、今回第8位からいきたいと思います。今回の第8位はこのキャラクター、光月おでんですね。はい、使用率はかなり下がってきてるんですけども、未だに使われていると。で、基本的にはですね、まあ、ニカの裏、シャンクスの裏、カイドウの裏なんですけども、はい、まあ、多分ほとんど、神獣カイドウを持ってる方はですね、多分神獣カイドウをセットされてる方の方が圧倒的に多いっていう感じですね。まあ、ギリギリ今回入ってこれたかなというレベルです。はい、まあ、でもね、めちゃくちゃ強いキャラクター、やっぱダッシュ性能無敵、未だ健在だと思います。てなわけで今回第8位はおでんでした。はい、続いてはですね、第7位の発表です。第7位はこのキャラクター、フィルムレッドのシャンクスですね。はい、まあニカが登場してからめちゃくちゃちょっと戦いにくくなってしまったよね。キドロまではねめちゃくちゃ強かったんだけど、やっぱニカが登場してニカの使用率が圧倒的に高い、まあ高いね、環境の中で、やっぱバフを上げていくのもしんどいっていうのがまあ今の環境かなというふうに思います。ただね、しっかりとバフがかかった後、そしてブースト中、ここはですね、しっかりシャンクスのね魅力の効果力が出てますよね。で、他のね、ゲッターのキャラクター、キング、カイドウ、キドロ、ここをしっかりと見ていけるのが、まあ、シャンクスの強みかなというふうに思いますね。はい、てなわけで今回フィルムレッドのシャンクスが第7位と、続いては第6位の発表です。第6位はこのキャラクター、オリンですね。はい、オリンもですね、頑張ってますね。やっぱキドロとかカイドウとかに結構マムマムされてるところを見かけるんですけども、そんな中でもね、やっぱ最終局面ゲッターモードになって無理くり旗をダッシュキドロと一緒にしていくっていう光景がね結構見られるんですけども、いやー、その時のマムはめちゃくちゃ頼もしいね。はい、まあちょっとニカじゃねえっていうところもあるんでね。はい、やっぱこの敵無視ダッシュって強いね、本当にてかうざいよね。はい、まあそれがね、今オリンもまだまだ環境やれてくるのかなというふうに思います。はい、てなわけで今回はですね、第6位オリンでしたと。続いては第5位の発表です。第5位はこのキャラクター、鬼ヶ島討ち入りゾロですね。現環境最強アタッカーに君臨しているこのゾロなんですけども、めちゃくちゃ今楽しいよね。ゾロ使ってる時は今ちょっと一番楽しいかもしれん。はい、まあね、今の環境めちゃくちゃやることあるんだよね、このキャラクター。アタッカーってね、ほんとゲッターのフォローだったりディフェンダーのフォローっていうのをしっかりとしていかないキャラクターになってるので、はい、まあ、そこは大変なんですけども、やっぱりね、この無双してる時が快感すぎるんで、やっぱりニカそしてキドロ、この2強に対してしっかりと強く出ていけるのがこのエンマゾロになってきますよね。はい、なんでぜひと皆さん、フォローしまくって勝利に導いてあげてください。はい、そして続いてが第4位になってきます。第4位はこのキャラクター、キングですね。いや、すごいね、このキャラクター。フェス限でなんとトップ5に入ってくるこの実力の持ち主、マジでやばい。うん。まあ、使用率はですね、どんどん下がっていってはいるんですけども、未だ健在かな。うん、やっぱり旗をダッシュ、してる時の無敵の3回、あとは高速移動で割合ダメージのスキル1っていう形でね、まあ、結構ね、ゲッターとしては優秀すぎる、フェス限のキャラクター。今年も12月、もしかしたらこれクラスのゲッター出てきたらやばいよねと。はい、いうことで今回第4位がキングでしたと。さあ、こっからがですね、トップ3の発表になってくるんですけども、これはあくまで使用率になってきます。なので、裏キャラとかのね、使用率も入ってくるので、ここはちょっと順位が意外な順位になっております。第3位。
キット&ローですね。もちろんメインで使われている使用率でいうと第2位になってくるんですけども、今回は全体での使用率ランキングになってくるので第3位になっております。はい、まあ今のね、環境最強ゲッターとして君臨しているこのキット&ローマジで強すぎる。2顔もしっかりとしばきっていうか、まあちょっと嫌なキャラクターがそんなにいないっていうのが現状。はい、まあこのゲッターをね、しっかりと守っていくのがまあ2課とかにはなってくるんですけども、2課からしてもやっぱりね、ずっとキットのスキル位置を警戒していかないといけないのと、あとはやっぱりダッシュね、はい、旗を敵を無視してのダッシュがマジでやっこすぎる。はい、まあてなわけで今回なんですけども、キット&ローがまさかの3位と。さあ続いては第2位なんですけども、キット&ローの使用率を差し置いて第2位になったキャラクターはこのキャラクター、人獣カイドウですね。まあ、これが、使用率上がってるのはもう圧倒的理由は、1位の2課ですね。もう2課の使用率が高いから、その裏としてキットアンドローよりカイドウの起用の方が多いかなと。はい。で、あとはですね、キットアンドローをメインに使われてる方の裏の基本はカイドウになってきます。なのでですね、この使用率で表していくとカイドウは第2位に、入ってくるといった形ですね。ただやっぱりカイドウのこのラグナラク、カイドウが一体いるだけでこの裏への脅威がエグすぎる。まあ2カをね倒していくのはもう間違いなく無理なキャラクターなんですけども、機動力を生かして、そしてですね、しばけるキャラクターをしばいて旗を取っていくこのスペシャリストっていう感じですかね。はい、まあなんで今回はですね、第2位珍獣カイドウでしたと。そして続いて第1位、もちろんこのキャラクターモンキー・ディ・ルフィ2課ですね。このキャラクター本当に強いよね。マジでね、2課4に最終局面守られた時のもう絶望感はエグすぎるぐらいマジで強い。さらにね、やっぱりその守ってるのも強いんだけども、攻めて、旗を取っていくこともできるっていうのがまたもやこれやっこすぎるんだよね。まあね、本当にこのキャラクター、最初はんっていう感じはちょっとあったんですけど、やはり強すぎたね。蓋を開けてみるとエグすぎた。はい、てなわけで今回ね、1位が2課になってるんですけども、使用率でやっぱり一番びっくりしたのはカイドウとキッド。やっぱりね、裏キャラの起用率はカイドウが圧倒的に多かったですね。はい、まあてなわけで今回1位から8位の発表だったんですけども、9位と10位、そこそこ票が入ったキャラクターを紹介していきたいと思います。まずはですね、フィルム Z のゼファーです。守ることに関してで言うと2課オリンに対してもしっかり匹敵するぐらいの強さを持ってると思います。そして大逆転するためのこのダイナガン、はい、これをね、当てることができれば敵がね、もうほぼほぼ瀕死状態まで持っていけるのがこのキャラクターの魅力。はい、使われてる方がちょっといましたね。そして続いてはですね、フィルムレッドのウタちゃんですね。まあ明らかに使用率はね、ガンガン下がっていったんですけども、カイドウだったりゾロ、そしてキング、オデン、まあここでしっかりと戦っていけれるっていうのがこのキャラクターになってきます。まあ他のキャラクターはね、ちょっとしんどい部分が多いんですけども、未だ健在の、アタッカーかなというふうに思います。はい、てな感じですね。まあ他にもですね、青のゲッターのウソップだったり、あとはマルコ、そしてシキとかもね、ちょくちょくと見かけたんですけども、まあこのトップ10の使用率ランキングに入れるにはちょっとなっていうふうに思ったので、今回は除外させていただいております。はい、まあてな感じで SS 上位対使用率ランキングトップ10、111シーズンでした。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。じゃあねー。